杉田玄白は、江戸時代の蘭学医、若狭国オバマ範囲、私塾天新路を主催した。父は、杉田玄子、母は、八尾市の娘である。福井県小浜市にある、杉田玄白の銅像。杉田玄白記念公立オバマ病院の正面に、設置されている、江戸、牛込の小浜藩坂井家の下屋敷において、オバマ範囲、杉田玄子の三男として生まれる。 南山であり、母は出産の際に死去している。原文5年、玄白が8歳の時に、一家は、オバマへ移った。父のはじめ戦が、江戸詰めを命じられる遠京2年まで、少年時代を、オバマで過ごした。オバマでは、長兄や義母を失っている。青年期には、家業の医学修行を始め、医学は、奥井の西玄鉄に、漢学は、本郷に改熟していた。 古学派の呪者、宮瀬龍門に学んだ。法歴3年、五人ぶちで召し出されて、オバマ範囲となり、神屋敷に勤める。法歴4年には、京都で、山脇東洋が、処刑された罪人の不分けを実施している。国内初の人体解剖は、乱所の正確性を証明し、日本の医学界に波紋を広げるとともに、原白が、 五蔵六部説への疑問を抱くきっかけとなる。法歴七年には、オバマ藩に席を置きながら、日本橋で、町医者として開業する。同年七月には、江戸で、本蔵学者の田村元親平賀源内らが、物産会を主催。出展者には、中川淳安の名も見られ、蘭学者グループの交友はこの頃には始まっていたと思われる。明和二年には、 藩の奥医師となる。同年、オランダ召喚長やオランダ通事らの一行が江戸へ散布した際、玄白は、玄内らと一行の滞在する長崎屋を訪問。通事の西禅座不老から、オランダ語学習の困難さを悟され、玄白はオランダ語習得を断念している。明和六年には、父の玄保が死去。家徳と爺の職を継ぎ、信頼郷の中、屋敷へ詰める。 解体新書、国立科学博物館の展示。明和8年、自身の回想録である、蘭学ことはじめによれば、中川順安が、オランダ召喚員から借りたオランダ語医学書、ターヘル・アナトミアをもって、原白のもとを訪れる。玄白はオランダ語の本文は読めなかったものの、図版の精密な解剖図に驚き、藩に相談して、これを購入する。 偶然にも、長崎から、同じ医学書を持ち帰った、前の両宅や、中川淳安らと共に、千樹骨が腹で死体の不分けを実験し、解剖図の正確さに感嘆する。玄白、両宅、淳安らは、ターヘルアナトミアを和訳し、安永3年に、解体新書として刊行するに至る。友人、桂川はじめさんにより、将軍家に献上された。 安永5年半の中、屋敷を出て、近隣の竹本東米の浜町廃領屋,屋敷500坪の、うちに自家りしがいたくとする。そこで開業するとともに、天神楼と呼ばれる、医学塾を開いた。玄白は外科に優れ、病客日々築き多く、毎年千人余りも、領事と称され、儒学者の柴野立山は、杉田玄白寺は、当時江戸一番の神手にて、御座行。 税任せを競うらえば、将も気遣いは無の能と書き記している。晩年には、藩から家像を受けて400国に達している。蘭学ことはじめ明治2年間。栄館院にある、杉田玄白土晩年には改装録として、蘭学ことはじめを執筆し、後に、福沢諭吉により交換される。文化2年には、十一代将軍。 徳川家なりに配慮し、両薬を健常している。文化4年に家徳を、この白玄に譲り隠居。著書に、経営屋は他多数。文化14年に八十三歳で息を引き取る。墓所は、東京都港区あたごの栄下院。肖像は、石川大老筆のものが知られ、早稲田大学図書館に所蔵されている。1九百七年十一月十五日、造成四人。 杉武は、大見源氏佐々木氏の氏族で、一万国行邸の子孫である間野氏の家系とされる。戦国時代、武蔵国倉木軍、杉田村の住人であった、間野新左衛門信康は、間宮信隆に属して、水軍の将として、武功を表し、間宮の名字を許された。間宮信康のこの門戸、次郎長安は、 北条家滅亡後に杉田村に抒居し、苗字を杉田に改めたという。その後長安は、娘婿の五兵忠元と共に、吉祝軍素顔に移って機能した。忠元の子、杉田八左衛門忠司康は、父の実家が、間宮家に仕えていた縁で、藤井松平家に推挙され、三百国取りの物頭を務めたという。武家としての杉田家は、忠司康の長男が継ぐが、 ただし、安の次男が、以下杉田の子孫となる初代、杉田はじめ船であり、玄白の祖父である。初代、杉田はじめ船は、西玄法にオランダ語と、乱邦医学を学び、藤井松平家の範囲となる。しかしその後小賀藩の海域により浪人を余儀なくされ、最終的に、小浜藩坂井家に範囲として召し抱えられた。二代、杉田はじめ船が玄白の父である。 以下としての杉田家は、弟子で娘婿となった杉田白玄が継いだ。玄白の実子である、はじめ戦は玄白から五十国を分けられて、別家を建てている。孫の杉田政景は、幕府天文方となった。ありがとうございます。